月が赤い。残された時間はわずかだ。いやー、皆さんこんばんは。始まりました、ハイテンションでお送りします。影の実力者になりたくて、セカンドシーズン放送直前特番始まりました、まずは出演メンバーのご挨拶から、まずは私から、主人公シド、そしてシャドウを演じております山下誠一郎です。今日はよろしくお願いします。ボスだよ。そしてあー、皆さんこんばんは、デルタ役のファイルズアイです。よろしくお願いします。よ。そしてはい、皆さんこんばんは、七影の第六席ゼータ役の浅井彩香です。よろしくお願いします。イエーイ。はっ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 。見てた。あった今言ってないのよ。ないないよ。どうやら2期ではシャドウガーデン崩壊の危機が訪れるとか、なんとか。何したの。デルタが大活躍する模様。お、どうでしたか。大活躍でしたか。PV すごかったね。お楽しみに。お楽しみ。まだ言えない。言えない。でもここに出てるもんね、カットでさ。そうそう。ね、私はねこの人が気になります。この人がねちょっと、ね、仮面をつけた。そうそう、この人ちょっとぜひね、あの原作読んでる人ネタバレしないでね、お楽しみ。そう、誰なんだ一体、あんた誰なんだ一体っていう感じなんですけど、他にもねこれ、下下段の真ん中ゼータもいて、エプシロンもいて、イータもいて、いつもの七角形メンバーがいて、この上のアルファの、ね、魔力すごいな、ね、めちゃめちゃブチギレ。アルファのいつもの顔じゃないよっていうところで、どうなるんだいっていうところで、なるね。なちょっと意味深なセリフは PV3 段の方で聞こえてきたんですけれども、そちらを楽しみにしていただけたらななんて思いますね。はい、はい、ぜひご期待ください。あとはねこれね、あのめちゃくちゃ繊細なんだけど、七影ファンにはたまらねえのがなんかあるんだって。原作ファンもおってなるよ、なるような、うん、おー七影うおってなる、全世界の影実ファンの人がなる、いつもと違うこうところが見れる、何かがあるらしいんで、ちょっとそこもね、いつになるか分かんないけど、お楽しみにしていただけたらななんて思いますね。はい、ちょっと気になるのがあの、ね、ドレス姿、PV でも映ってましたけど、結婚ウェディングドレスお、ね、いうことは誰と誰と、キャーってなるんですけれども、ここも結構深くていいシーンというか、なんだろうな、あのエモい痛快なシーンにもなっているから、ぜひぜひ、ごめん、言いそうになっちゃった。危ない痛快って言っちゃうとあれだ、あの結構いろいろね、情緒がうおってなる、ローズのお話も結構2期盛りだくさんなんで、楽しみにしていただけたらなと思いますね。はい、アチョメック、お、いい発音、ま、主様、セカンドシーズンの見どころ紹介いかがでしたか。めっちゃ棒読み。うむ、さすが我がしもべの一人ゼータだ。単独で諜報活動を任せられるだけあるな。ではここで第1話の初出しだぞ。デルタ、VTR 振りを頼む。はい、なのです。ボスの命令は絶対 VTR スタートなのです。褒めろ。はい、はい、食リポお願いしてもいいでしょうか。いいんですか。茶番が広げてよね。すごい、あのあるから、おお、結構、うわすごいボリューム、見せてあげて、締められた、やば、なんかちょっと事件性が事件です。でもちょっと一口いただきます。どうぞどうぞ。いけいけ、すごい、あの本編的に ねローズ先輩にあげたりもしましたけど、美味しそう、羨ましい。わ、大きい、一口いきました。大きい、お、どうですか。あやばい、食べたら赤くなっちゃう、血みたいになってる。ほっくりしてからでいいよ。はい、皆さん、あの、食べるときは、お気をつけて。味はどうですか。スパイシーとかではない、赤いけど。意外と赤いがついちゃう。チキンが、あの、なんだろう、主張が強いかと思ったら、全部混ざり合ってる。卵のとろり感で、あのチキンがそんなに、あの、なんだろうな、大きすぎない、大きいんだけど、卵と混ざり合ってて、これ一個ですごいなんかね、ジューシー。味は何味なの。これでも本当にソースが紅生姜で、ちょっと酸味があるような、あー美味しそう。タルタルとまではいかないけど、ちょっと酸味があって、あー美味しそうだね、食べやすい、うん、だからペロッといけちゃうし、なんなら卵でチキンだから、すごいね、いい、あの筋肉メニューです。いいなー、はい、これ食べたい。普通に永続メニューにしていただきたいなって思ってるんですけど、ね、美味しいですね。これは私たちの分も後でありますか。あります、あるみたいです。やったー、
飯食べようと、はい、持ち帰りテイクアウトしましょう、私たちは、ね、しましょうしましょう、はい、ほらみんなの夢かなったよ待って待って、僕の耳1個しかなくないってことは、ほら全体カメラお願いしますかわいい、顔が死んでるよ、そう、浅井さん笑ってええやないか、かわいいやないか、なんでなんでみんな作ってるんですか、連帯責任ってやつですか、いやーやっぱね、やっぱ寂しいじゃん、そうだよ、いやまあそうね、うん、主のためだもんね、主だけに恥は欠かせらんない、うんうん、やめてね、うん、これで6かけにならないでね出てかないでねあなんかファイちゃんさそうあの、ね、黒が可愛いちゃってさ、ね、チンチラの耳みたいな耳が可愛いのよ、ね、白いとこしかグリーンバックのせいです可愛い、はい、ほらでもみんな可愛い可愛い、みんな可愛いって、見てるみんなもつけろ、ね、つけろつけろ、みんな可愛い、つけろ、いやいいねいいね、うん、今日はね、うん、いややめろちょっともう可愛いよ、やばすぎだ、いやそうだってさ、片耳下ろした方が絶対くていいって入っちゃうからノリノリでこうやってそうそう、垂れたとかね、いいありがとうございます、ね、山下誠一郎、はい、すいません、こんな感じでやらせていただくんですけれども、ここからは、この見た目に反してインフォメーションです、ではまずファイちゃんから書籍情報をお願いします、任せてくださいなのです、はっ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 は